では、もうエンドラ討伐までの簡単な道筋を作ったので、初心者は何分でエンダードラゴンを倒せるのか、やっていきましょう。なんかいろいろ前提付き話ってことは分かったけど、やっていきましょう。初心者、相当語弊あるけど。初心者は何分でエンダードラゴン討伐できるのか、やっていきましなんかょ俺、言葉足りてないと思うんだけど、なんとなくだけど。エンダードラゴンって何ですか？初心一者応、かな。ラスボスです。行けばいい？いいよ、行っていいよ。まず、スタート。タッコーボックスとかあるけど。あ、見てください、それは。あ、装備を整えよう。パンパンダダー、虫。パンダー。早速虫。ちょっと待って。一番の初心者が虫。戻ってこい。一番の初心者が無視していくっていう。やられるぞ、きっと。盛大に看板無視してましたね、今。ほら、これ。さあ、開けていただいて。あ、ごめん、ちょっと待って。あ、大丈夫。問題ない。問題ない。君たちの色の装備と。革の帽子ね。なんでヤギのスノブやるの？ やっぱ 1.19 要素をちょっと入れとこうかなと思ってね。あ、なるほど。ピンクこれってことだよね。そうだね。いいね。さあ、進みましょう。ちょっとね、ああ、俺のせっかくのスーツが、かわいいかけれて。確かに、確かにな。さあ、こちらです。仕方ないなと。戦わなきゃいけないからな。そう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 。この矢印に向かって？そう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 。お、またなんかボックスがありますよ。進め進めい。あるね。なんだっけこれ。ああ、そうだそう。トロッコに乗ろう。トロッコに乗ってください。トロッコ3つ、あ、これは多分長老用で1人2つずつかな。そう、1人2つずつだな。なくすかもしれんっていうところでね。なるほどね。じゃあちょっと俺から行こうかな。行ってください。こうして乗るのどこだっけ？ ほら、ほら、こういうこと。右クリックだ。乗るのどこだっけ？右クリックだ。OK。オッケー。そういうことになるよね。ヒュー。ちょっと待ってね。おお、いった。あばあ、こっち。鉄発見？ああ、なんかもう。もういいんですか？川何だったんだよ。一応な、一応。さあさあさあ、鉄装備に切り替えていただいてね。そういうこと。相当短縮を図ろうとして、あの、面白いでしょ。テンポよく。なるほどね。じゃあ、もう一回登録をつけて。君たちにツルハシを渡さなかったのは、この辺を掘られないために。なるほどね。いきまーす。トロッコをセットして。おい。さあ、行ってくれ。はい。おう、行ってと。おう、いいね、いいね。トロッコだから楽でしょ、これは。いや、まあ確かに なるほどな。そうだろ？マインクラフトの進め方ってこういうことじゃないっていうの。そうだろ？しくしくこうやったチュートリアル的な。そうだろ？なかなかいいじゃないか、それは。ダイヤだ。そしてステーキになったとご飯は。まだマインク送ってねえのに。で、やっぱね、メザー行く前は、ベッドで一回ね、リスポン地点設定していただいてね。あ、はいはいはい。もう装備してる、装備してる、装備してる、装備してる。あ、寝てる、寝てる。長老寝れるんか。おや？俺もね、寝れるよ。寝れた？なるほど。いい夢見ろよ。いい夢見ろよ。いい夢見ろよ。ぜひぜひ来て。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、この中に、メザーに行きましょう。ぐわー、ぐわー、なる。さあ、早く出てくるんだ。酔う前に。さあ、行け。さもね、ネザー要塞に来ましたよっていうのを。これは、開けていいの？開けてください。無理ですよ。じゃあ、ちょっといただいておこうかな。そうそう。こいつを倒したら手に入るものが。エンダーパールもある。青森行ってね、エンダーマン倒さなきゃいけないじゃん。ああ、倒すんだ。で、エンダーパールが、パンタ全部見れないね。はい、ネザー終了です。あ、はい、じゃあ行きます。奴らを倒したってことだね。そう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 。で、あちらに。いやー、すごい主張だったわ。もうエンド要塞です。大変な主張演じたよね。主張だったよね。めんどかったわ。一旦寝るか。一旦、これ、リスポン地点を設定していただいて。設定して、あ、もうめちゃくちゃだよ。最終決戦に準備しよう。なんだこれは。最終決戦だから、とりあえず着替えるか。着替えてるね。めっちゃ強いね。いやー、ここまで大変でしたね。大変だったね。本当大変でしたよ。マジ、1ダメージも食らわずに来てる。頑張った。俺は成長したな。さあ、そしたらもう最終決戦だ。
何かになったっけ、ね、あーゾンビ来た倒して、ええ倒して倒して、ナイス、どこからどこから、上から落ちてきた、そうか、そういうそういうところでしたっけ、ここは。そうそう、落ちてこないようにしてたはずなんだけど落ちてきた。まあまあちょっと待ってね。で、あーゾンビ来てる、ゾンビ来てる、イエラスボス前に命を落とすとか、いい演出だ、ドラマティックすぎるじゃねえか。いい演出だ。そのためにベッドがあったと言わんばかりの、すげえゾンビ来てる。なんで、しげちゃんが早くしないとパンダが死んじゃう。エンダーアイ5個ぐらいあれば大丈夫だね。いや、5個じゃ足りんな。えものすごい死闘だ。ものすごい死闘が。よし、エンダーアイ16個。よし、じゃあこの階段を登ってもろて。登って、落ちると。落ちたらマグマですね。落ちるじゃねえ。落ちたらマグマですね。エンダーパールを投げるんだっけ？投げないで。エンダーアイを投げる。投げないで。あ、ここにはめてって。はめるの？そう。そう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 。よし、行きますか、じゃあ。じゃあ行きましょうか。最後、ラストバトルだ。だね。あー、なんとも言えないとこに着いたね。どっから上に行くかね。どっちに行くんだっけ？ねえ。さあさあさあ、頑張れ。あ、なんか神が、神みたいな。頑張れ、頑張れ。めっちゃ浮いてるわ。頑張れ、頑張れ。お、いいよいいよ、それでもいいよ。ナイスナイス。いやいや、安定のしゃがみ歩き。じゃあ撃つぞ。ええよええよ。あー、エンダードラゴンいるね。エンドラいるわ。いるね。いるいる。で、檻はね、檻は結構ね、角度難しいよ。うん、結構下から行った方がいいよ。下からね。そう、あの隙間を狙っていく感じだね。パンダどこ行った？パンダ、あ、パンダいたわ。この檻のところばっかりやってるとドラゴンブレスでやられるかもしれん。おお、ナイス。ここだな。おお、ナイス。もうちょい上か。あー、危ない、パンダ危ない。ナイス。あ、ナイス。おー、いったー、やったやった。惜しい、パンダ惜しい。いやー、あれあれ、なんかなんか死に吹き飛ばされた。あー、しげちゃん。あと4ブロックくらい上だな。おー、ナイス、オッケー。もうちょい上だ。もうちょい、おー、ナイス。やったー、今見えた。あと1個、あと1個だ。おぉ。ナイスー。終わったー。あとは、さあ、叩け、叩け。え、叩け、叩け。いや、でもちょっと、戦うんだな。いいよ、戦ってくれ。ラストバトルだ。おぉ、ついに嫌で撃ち始めたか。ついに嫌で狙い始めた。遠いんだもん。そうね。ねえ、なんかさ、見えてこないね。うん、全然見えてるんだけどな。全然見えてこねえわ。おお、しげちゃんがやられてる。ダメージ与えられてんのかな。これただの指なんだよな。そうだよ。あ、来た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 。よし、いけいけい。頭殴れ、頭。ああ、ああ、パンダ死んだ、ありゃ。ああ、ありゃ死んだな。俺も死んだな。2人死んだ。ちょっと神様に勇者の弓、あの勇者の弓をちょっとご紹介していいですかね。グングニールってやつだね。グングニールみたいな槍をね、ロシア槍やねって。はい、しげちゃん。はい、しげちゃん。はい。お、おお、これだよ。パンダはどこだ、パンダ。めっちゃ光っとるね。ああ、ああ、ああ。目の前で死んでた。じゃあパンダの子に落としておくわ。さあ、これでどうだ、これでいけるはずだ。さあ、もう剣を捨てた君たち。剣を捨てた君たち。なんか接近してからなんか難しくなってしまって。なんか落ちてる。おう、なんか落ちてるでしょ。どうそれ、神殺しの弓。やば。え、減るね、その弓。減る減る。さすが。よくないな、よくないな。チートだな。いやいやいや、最高ですわ。チートアイテムだな。チートなんて今更こんな、そもそもっていうところですよね。この速度で連れてこられて。チート弓、チート弓をゲットした。いやー、これ倒しちゃうな。あ、弾かれてる、弾かれてる、めちゃめちゃ弾かれてる。そこはね、そこはある程度いかに生かし方ない。危ない、危ない、やばい、やばい、やばい。なんだそのチート意味。うわー、おいや、勝ったー。いや、今まですげー頑張ったよね、俺。いや、最高だよね、もう。ようやくエンディング迎えられたね。いや、なかなかいいパッケージだったんじゃないですかね。そうだね、楽しかったね。ただ、一つやはり、これ、実体験としては、この意味最初から持ってては、
きっと完璧にいけるよ。だからこそあれだった、初心者パッケージはそれがなかったんです。逆に言うと初心者はこれがないと無理です。もう分かった。じゃあもう弓てるわけない、最強の弓だけを持たせて、うん、後のアイテムは自分たちで取らせるっていうのを今度作るわ。そう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 。まあでも結果ね、30分あれば初心者でもエンダードラゴンを倒せるってことは分かったからね。あ、はい、なんかやっぱり語弊あるかなっていう気がするんだけど、ちょっとアップデートが 2,3 回入りましたが、シュッてこう一言で言っちゃいすぎなんだよな。いや、いいんだよ、30分あれば倒せます。